サイドストーリー、追加コンテンツ。サイドストーリーでんか。そうだな。じゃあ、サイドストーリー。サイドストーリー、実はめちゃめちゃ難しいんやよな。と前回疲れたのも相まって、あと、ちょっとアビス編はさらっと終わらしたいっていうんで、ノーマルでお願いします。まあ、クラシックはクラシックかな。どうしようかな。前回男先生だったから今回女先生にしようかな。ネットワーク接続できない。すす闇の章、第四の学級。帝国暦185年、ガルグマク大修道院が落成。聖セイロスは解説これの人を記の声念がして違うと四なん使徒とか称される聖人に秘儀を示し、違うな。聖筆なる場所において崇拝の儀が執り行われた。主より授かりし資源の崇拝と四使徒の聖なる力をもって主の再臨が叶うはずだったが、儀式は失敗に終わる。四使徒は儀式に失敗した責めを負い、ガルグマク大修道院を去ると、歴史の表舞台から姿を消した。一つは森へ、アドラステアの緑深き山麓に、一つは海へ、フォドラの牙にその身をうがつ、一つは山へ、喉元の険しい峰々に体をうずめ、一つは町へ、これちゃん日との見当るたのらぬめ場ちゃ所めちゃで久しぶりだな。影となる。かくして伝承は残された。ナバテアの牌のもとに四使徒の印を捧げし時、失われた魂が呼び追戻加さやれかる。らか知らんけど、えらいなんか華やかな色使いだな。失礼いたします。ハロイス。いや、ご公務中に大変申し訳ありません。例の件についてご報告がございまして。あれ、自動構にいなってませない。んよ、アロイス。今はちょうど手が空いたところですから。おお、それならばよかった。ん？そのお手元の書物は。外伝のレア様はずっとニコニコこれちゃはうかっ年た代記か。です。ガルグマク大修道院の創建以来995年の歴史が記されています。年代記とは興味深いですな。ここに記録を残すことも歴代の大司教に受け継がれてきた務めの一つ。かつて聖者セイロスは英雄戦争の終結後、大修道院の造営に着手したといいますが、当時の資料はこの年代記を除けばほとんどが散逸してしまっているのですよ。ああ、21年前の大火の折にも数多くの書物が失われてしまいましたからな。ええ、ですから今となってはこの年代記の中にしか記されていないことも多いのです。例えば大修道院の落成式典の様子。おお、私も落成時期は知っておりますが、それ以上のことは存じ上げておりませんな。それも当然のことでしょう。そもそもはっきりとした記録が残っていないのです。記録によると、式典では女神復活を記念する崇拝の儀が執り行われたそうですよ。崇拝の儀ですか。初めて聞きましたぞ。ええ、
崩壊の儀について記した書物もかつては存在していたはずなのですが、今となっては残された断片的な記憶からことを勉強してるんかな。その様子を想像することしかできません。読み取れるのは、まあ、普通に知識としてはあるんかな。主の再臨を願い、ノア、シュバリエ、ティモテ、オーバン、4人の使徒と共に儀式を執り行ったこと、そしてその儀式は実を結ばず、主は戻られなかったということだけです。ん？4人の使徒というのは初耳ですな。死聖人とはまた違うようですが。ええ、彼ら4使徒についての記録もまた大修道院にはほとんど残っていません。それぞれの紋章に名を残すのみでしたが、紋章を継ぐ血統が失われる中で、四使徒の名前すらも歴史の表舞台からは姿を消してしまいました。ん？意味深な言い方をなさいますな。ともすれば歴史の裏側にはいると。ええ、誰も知らないところで血脈をつなぎ、思いもしないものに現れる可能性も。つい長く雑談に興じてしまいました。確かに長かったな。報告を聞かせてもらえますか、アロイス。例の件とはやはり地下のことでしょう。おっと、そうでしたな。おっしゃる通り、近頃ガルグ幕の地下で起きている。それでその怪しい人影とやらは本当にここへ逃げ込んだのか。若いな。確かに。そして先生エロいように見えないこともないが、間違いないね。俺が寝ぼけてたんじゃなければだが、ありえない話ではなさそうね。ガルグ幕の地下には無数の通路が張り巡らされていると聞いたことがあるわ。この入り口もその一つということか。どこへ繋がっているかは見当もつかないが。ああ、中がどうなってるかもわからないし、恐ろしい危険が潜んでるかもしれない。そういうわけだから、皇女様と王子様はここで待っていてもらえるか。俺と先生で賊らしき男の後を追うよ。戻ってこなかったら騎士団を呼んでくれよ。待ちなさい。そんな勝手が許されるはずもないでしょ。二人では危険よ。私たちも行くわ。リミトリもそれで構わないかしら。ああ、もちろん。賊かもしれない相手を黙って見過ごすというわけにもいくまい。何より前節、女神最短の儀の折にもあんな事件があったばかりだからな。わかったよ。ただし、どんな災難にあってもお互い文句の言いっこはなしだぜ。お互いにね。あれあれ。それじゃあ行きましょう。それとも他にも誰か誘うべきかしら。なあ、それがいいな。この時間であればまだ起きているものも少なくないだろう。あれれ、先生と宮長さん勢ぞろい。なんだか珍しい組み合わせですね。やる気ないだろ。こんな時間に一体どうしたんですか。面倒ごとみたいですね。それじゃあ僕はおやすみなさ。リンハルト、そうはいかないわ。通りがかった不運を嘆きなさい。こっそり交代したってダメだぜヒルダ。ちょっと手を貸してくれ。ああ、アッシュも頼む。事情は道中説明させてほしい。はい、もちろんです。僕たちもちょうど時間を持て余していたところだったので。すまないな。ではこの7人で抜け穴に入ろう。構わないな先生。ま、賑やかなのも悪くないか。さーて、どうなるやら。なあユリス、俺たちがここであくびを噛み殺してる意味はあんのかね。噛み殺せてねえぞ。ったく、そんなに暇なら俺が一勝負付き合ってやってもいいが。ああ、やめとく。顔をわざと見せんな。近頃は寒々としててな。
お前に巻き上げられるのはこりごりだ。何言ってんだか。あったかかったら喜んでばらまくじゃん、バルト。手持ち無沙汰なら頭を働かせていればよいのですわ。あれだけ大人数の生徒を出現させた後にこの4人またちゃんとそれぞれの色があってよね。ユリーとコニーに任せて。お頭、どうした？ずいぶん早く戻ってきたな。何か地上で動きでもあったか？ああ、お頭の指示通り数奇鏡の会合を探ってきたんだが、それが、その、見つかっちまって、おかしな連中に追いかけられてるんだ。おかしな連中？騎士団か？詳しいことはわからねえ。数は7、8人だったと思うが、武装してる。その人数じゃ、地下を制圧しようって腹でもなさそうだな。大方お前を悪党だと思って捕らえに追ってきたんだろう。よし、帰り討ちにしてやら。腕が鳴りすぎて轟いてきたぜ。お待ちなさい、バルタザール。あなたはどうしていつもそう短慮で。そういうコニーだってどうせ戦うじゃん。新しい魔法を試したいとか言ってたし。ま、ここは地上の方が及ばねえ場所だ。多少遊んでやったって罪には問われねえさ。コニーの髪色が後々何より相手は強打の息のかかった連中だ。リアルで流行るっていうのは想像つかんかったよな。騎士団じゃないにしろな。ちょっとお待ちなさい。それとも知らんかっただけで最先端の人はやってたんだろうか。ここはただの通路ではなさそうね。人の痕跡も多いし、住居のようにも見えるわ。ガルクマクの地下。そういえば昔兄さんから聞いたことがあったっけ。ん？ああ、ホルストさんも士官学校の卒業生だったか。うん、流行った頃と同時期か。兄さんが生徒だった頃にガルグマクの地下にまつわる噂があってね。町の地下には無数の通路や区画が広がっていて、後ろ暗い人たちが住んでるって。その名もアビス。その通り、ここはガルグマクの地の底、アビスだ。誰だそれは。こんな濃いやつ忘れるかね。俺たちのものに似ているが。ようこそ士官学校の生徒さんよ。華々しい方々がこんな場所に何の用だ。いや、俺たちは大修道院をうろついていた怪しい人影を追ってきただけでね。あなたたちに用はないわ。そこを通してもらえないかしら。それは無理な相談ですわよ。そこの暴れん坊は騙せても私の目はごまかせませんわ。あなたたちの真の目的、このコンスタンツ・フォン・ヌーベルが当ててあげましょう。アビス住民の排除をもくろむ教団の指示で介入の口実を探しに来たのですわね。ちょっと話が長すぎてしょっちゅう暗なるな。ヌーベル、戦う理由がありさえすりゃ中身は何だって関係ねえだろ。エガちゃん素早く名の欄かい。やらねえのか。見るになかなかの手だれのようだ。いちいち相手をするのは得策ではないな。ああ、そいつは俺も同感だ。今日のところは引き上げるか。この後に及んで帰るだなんて、そう寂しいこと言ってくれるなよなあ。ここの連中はみんな娯楽に飢えててね、戦争ごっこがしたくてたまらねえのさ。ほほう、鮮やかな狂撃の手並み。やっぱりただのゴロつきじゃなさそうだ。おい、クロード、感心している場合か。ここは俺たちで突破口を開かねば。待て、クロード、リーガン公爵家の新しい嫡子が。いや、人違いだろう。クロードなんてフォドラじゃ珍しくもない名前だ。それこそ適当に偽名で使うやつもいるくらいな。だが今年の士官学校の生徒にクロードって名の男は一人だけだろう。おいおい、なんでまたそんなことまで知ってるんだよ。こいつはとんだ行幸だぜ。
てよ、お前ら。ぶん殴られてケツ並べるか、おとなしく踏んじばられるか選びな。悪いな、みんな。心当たりはないんだが、どうやら俺のせいで遺憾にも戦闘に突入だ。東方の忍者曰く、石を投げつけられたら石の雨を降らせて返してやれだとさ。ようやくやる気になったかよ。レスターの格闘王の拳、味わってけ。あの男の人、なんかどこかで見たことあるよ。こんな濃いの忘れんだろ。ちょ始まってるんだよな。剣使ってんのこれ。持ってるな。使う？エヴァちゃん剣使う？それよりは、あ、オニーとかが魔法使うか。ウォールはおるな。まあ、エヴァちゃんの魔法の前にさらさんってことで。技欲しいんじゃない？どうなん？足はいいな。ヒールダメージ。ソードマスターか。まあいいか。で、迷子。今どこだよ。これに行くんだから、ほら、まだ配置されてないかしてた。天帝の剣をキャラに乗ってる。まあいいか。そしたら行くぜ。闇ほんま難しいからな。結局お前たちは何者なんだ。それがわからないまま刃を交えるというのも生真面目すぎて肩こりそう。でもま、教えてあげるよ、バルトが。俺かよ。まあいい、俺たちはボルフクラッセだ。地上に居場所を失った生徒の行き着く場所、アビスで秘密裏に開かれた第四の学級さ。第四の学級？いえ、今は戦いに集中しなければ。暗いし入り組んでるし戦いにくそうだね。でも寝るには適してるかも。あの扉、特殊な鍵がかかってるみたいです。僕でも開けられなそう。何か仕掛けが。見ただけでわかるなんてさすが。私ですか？何も起こらないな。闇雲に動かしたって無駄だぜ。騙された。俺たちにしかわからねえ仕掛けがあるのさ。で、ノーマルこんなことして大丈夫？見てあげる。どうぞ自分か。はい、頑張ります。天帝をとりあえず普通に変えておこうか。戦いの空気、苦手な。さすが、かけるぜ。どうするか。地下にこもりがちでたまった鬱憤、この拳に乗せて吹き飛ばさせてもらうぜ。わしが桃ついたな。中だな。面白い。ヒロ。そうだ。はい、お疲れさん。よく考えても、この
メンバーに変革が相当だ。環境戦闘アニメオフオフ、はや、結局レベル上がるのか、当たる。レイ君大丈夫だろ。足遅いな、ディミボー君だろ。俺は強え。これ待ってやっちまったよ。これをすぐやる。よく考えたらハピ戦う必要なくない？はあ、今のは。いや、魔物の転移なんてそんなはず。ギリで範囲外か。足が遅いぜ。リアルにやったら怖いし気持ち悪いだろうな。こいつ、これキキン、うまくいかないときもさ、先生の足を押せ。またしても電化系やばい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 、強い。しかしノーマルだからか。ちょっと殿下で調子に乗そうだな。あららららら、こいつ背後に注意を払った方がよろしくてよ。しまった、何か変だなと思ってたのに。そう、全く思ってなかったけど。ピンゴリすげえ。ここまではものすごく簡単だな。まだ大事だからか。もし蹴りを振ると、もうあまり出して。あ、これ外して。あ、まあ、紙のように。ちょっと邪魔ですな。なんだけど、ハピ戦うの嫌いなんだよね。痛いし面倒くさいし、仕方ないか。今回のこれちょっと遊び要素強いよな。えい、理想にはまだまだ遠いな。飽きてきた。ハピ、もう帰るね。帰っといて。今度でちょっと子供だな。顔の丸みだろうか。年齢そんな変わらなかったよな。もっともダメな相手見たな。強えな。そしてめちゃめちゃレベルが上がった時にピンがすげえ。連続にピンから来たらすげえ違和感とか違いに驚くな。何か回避か飛行か、もう呼ぶだけ呼ぶか。さすがに
これで本人が来るか。魔法はなと思ってつ天下の冷却中、妙な信頼がある。ありがとう。近く女の子見てみて、意外に会いますわよ。私の窓を窓を見なさい。なかなかわわだな。嘘か、そうなん。10回天下ダメだったか。魔法が高い。15、10、12、11、先生でもダメだな。やっぱりインファルト、インファルトしかおらんか。戦いの空気、苦手だ。はい、頑張ります。体力は41。え、私ですか。回避な、27。10回ゼロかと思った。まあ、リンハルトでするか、先生の回避か。体力低いかな、低いって言っても結構この41、私の力、見せてあげる。さて、どうだろう。地下の女などと見くびっている私の窓。これが正解だったな。この調子で頑張りますね。ラッシュよ。今のは私が勝手に滑って転びそうになったのですわ。負けてなど。この世界で3ピンカッシュ。魔法使いなんだよな。コニーが特別だったりか。この体にこんな力。さすがだ。成長を時間できるよ。ヒルダはどうな。18、27、やはり放送中か。先生どうなん。強いけど避けは寄せるか。ちょっとカードなしに出たか。当たらんのよな。これ当たったとか。あれ、そうなん。そう、殿下なら当たる。アビスに足を踏み入れたのも何かの縁。ちょっとばかり俺たちに付き合ってくれよ。せっかくこうして出会えたんだ。お互い楽しまなきゃ損だろ。あれ、喧嘩するか。俺はまだ。ヒルダーの斧は当たるか。いじめな。あ、なるほど、あれ、上がらねえな。なんなら、この手数打ち意味ないな。あ、お前あれか、ロナード卿の養子になったっていう。詳しいね。君の顔には覚えがあります。確かローベ博の養子だったはずじゃ。そんな人がどうしてこんなところに。何か事情があるなら僕も力に。冗談、あんな家に戻る気なんてねえよ。それよりよそ見してたら死んじまうぜ。死んじまうぜの後にやられるのかっこ悪いな。おっと、羽目を外しすぎたか。なかなか楽しかったぜ。シュマスターがないんだな。俺たちの勝ちってことでいいか。レベルは上がるけど。バルトーだったか。バルタザールだ。結果にケチつけるほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。バルタザール、バルタザール、バル、バルニー、アダルブレヒト家の。何、俺の知り合いか。いや待て、その髪、その呼び方、ヒルダか、ホルストの妹の。そんなに会ったことなかったんかね。過保護だしな。ヒルダか。いや、まったく、早く言ってくれりゃいいじゃねえか。バルニー、ほんとのんきすぎ。これ、兄さんが知ったらなんて言うかな。
すまん。ホルストには黙っといてくれ。ヒルダに手あげたなんて知れたら死だ。死で済めばいい。無双が出るまでみんなヒルダのお兄ちゃんみたいなってなってたよな。今回は黙っといてあげますか。なあ、ところで俺を見つけて行幸ってのは一体何だったんだ。いや、俺が借金をしている相手の一人にグロスタール伯爵ってのがいてだな。借金棒引きの代わりにお前の周囲を探れっつう依頼があったのを思い出したんだ。ははあ、大体の事情は察したが、それなら殴り合う必要はないだろう。何言ってやがる。相手のことを知りたきゃまず拳で語り合う、普通だろうが。だよな、あんたが真っ当な感性の持ち主で何よりだよ。ま、そちらさんが教団の意図とは無関係ってことは理解できたけど、そいつはつまりまた奴らが襲ってくる可能性があるってことだ。このアビスは誰かに狙われててな、近頃何度も傭兵どもに踏み荒らされてるんだ。傭兵ってことはまあ教会じゃないよな。分かってねえのが歯がゆいところなんだがな。教団には汚ねえ地下街なんて浄化しちまいと言ってる連中も多いらしくてね。なるほどね。あんたらがここへ来たのもその関係かと思っちまったのさ。悪かったな。だからよそ者は殺すみたいな感じで私たちを襲ってきたってことね。ごめんね、ハピたちも結構気が立っててさ。まさか、ただの好奇心でアビスに降りる人がいるだなんて。好奇心ではないよな。不審人物見つけて追いかけてきたんだから。地下通路の由来は知られてね。大修道院と一緒に作られたのか、もっと昔のものか。その正体を正しく知る者などいませんわ。ただしこれだけは言えますの、アビスとは日の光の下で暮らせぬ者たちの居場所、すすにまみれたガルグマクの闇。教団はずっと黙認してきたんだってさ。ガルグマクの繁栄には必要だろうって。地上のゴタゴタには干渉しねえ、地上からの干渉も受けねえ、それが取り決めだった。しかしどうしたことか、このところ地上の者が襲ってくるのです。こんな地下でしか暮らせない者たちをさらに虐げようだなんて許せませんわ。かくいう私たちも大変不本意ですけれど、深い理由があって地上では暮らせませんの。去るお方のお慈悲でこのアビスに暮らすことを許されているのですが。エガちゃん名乗らんのかな。じゃあバルニーも何かすっごい事情があったりするわけ。ああ、俺がここにいるのには賞金稼ぎから逃げるという大変な事情が。それは大変。さて、もう世間話は十分だよな。地上の皆さんはそろそろお帰りの時間だろ。え、返してしまうんですの。この方たちに頼めばよいではありませんか。断ってみようか。おいおいおい、まだ頼んでもいねえだろ。話くらい聞いてけよ。さっきも言ったが、ここには頻繁に傭兵、ほとんど賊だな、が攻めてくる。けどここに住んでる連中の大半は戦いを避けてきた弱者だ。家も仕事もねえ老人に親を失ったガキ、捨てられた女や貴族にはめられた商人。身を守る術を持たぬ者たちを救うため、私たちの居場所を守るため、あなたたちの力を貸してほしいんですの。だがお前たちからしてみれば、俺たちも同じ地上の人間だ。まあガルグマク的セーフティーネットだよな。できるかできないかで言えばできるね。教団の指示では動いてなさそうだし、ただの貴族のお子様どもじゃあね。戦いぶりや今の言動を見れば十分だ。だからこそこんな危ない話には巻き込めねえと思ったんだが。もう話しちゃったんだからいいじゃん。まあ答えは今すぐじゃなくていいし。そうですわね。アビスを見て回って現状を知ればおのずと答えは定まりますわ。そういうこった。
とりあえずは客人として歓迎するぜ。すす闇の章、地の底に広がる町。そしたらここまでかな。